皆さんは雑誌ウェブスピードをご存知ですか？サーキットを速く走るためのハウトゥー特集が魅力の本である。プロのレーシングドライバーが具体的なテーマごと、例えばブレーキング、目線の置き方などを分かりやすくレクチャーしている。そんなレブスピードが年に一度大々的に行う企画、つくばスーパーバトル。全国からトップチューナーがつくばに集結する。12月のつくばサーキットは凍てつく寒さにもかかわらず、チューナーたちの鼻息は荒い。 V オプトでも馴染みの面々もちらほら。ドライバーも一流どころが揃う。こんな朝早くつくばに来たら女子のジョの字もいねえじゃねえか。参加者とパドックでの雑談から始まる V オプトのスーパーラップとは違い、サロンではドライバーズミーティングが行われる。今日一日の進行、注意事項などに耳を傾ける選手の中に一人場違いな男が。山さん、はいはい、今日はよろしくお願いします。あ、このスタッフの方ですか？はい、はい、今日はいつものようにタイムアタック、俺頑張りますんで、はい、すいません、ビデオオプションです。お前ふざけんなよ、お前何しに来てんだここよ。テクングや即座に威嚇、まさに猿そのもの。ほんとわけわかんねえよビデオオプション。ほんとによ、もうここだけは来るな。ここはまあ俺の唯一のコーナー、本当に落ち着ける場所だからな。もうやめてくれよ本当に、はい、今日もよろしくお願いします。ウィオプト潜入、つくばデブアタック。テクニカルコーナー満載、ドライバーの腕が試されるつくばサーキット。現在つくばでのチューンドカー最速ラップホルダーは HKS 製作のエボ8CT230R。 カーボンをふんだんに使った超軽量ボディに560馬力、トルク65キロを誇るエンジン。このモンスターを自在に操る谷口騎乗で叩き出したタイムは驚異の53秒589。今回さらに V オプトと縁の深い人がタワーにいた。まあ、ちゃんとした雑誌ってちゃんと資料いっぱいくれるんだね、これね。何？いや違う、昨日ちゃんと打ち合わせしたもん。え？何それ？いや、このイベントのちゃんと昨日打ち合わせして、ちゃんとした雑誌とちゃんとしてないビデオオプションとの違いが、ビデオオプション打ち合わせするじゃん、カメラのボタンを押す前に。マナビー、じゃあちょっと、いつものコメントお願いしますって。バカ。V オプトスーパーラップと違い、スーパーバトルでは細かなクラス分けがなされ、改造無制限のオープンクラスに車検対応のストリートクラス、さらに S タイヤ仕様とラジアルタイヤ仕様に分かれている。結果 V オプトでは見慣れないマシンも多数参戦。それぞれのクラスで最速ラップを競い合う。その中から V オプト厳選の4台をピックアップ。おなじみサイバーエボー600馬力仕様でトルクは驚きの82キロを発生する。透明のキットで 2.2 リッター化されたエンジン。膨大なサーキット走行により足回りは熟成されている。軽量化のため最小限にコックピットはまとめられる。このマシンのドライバーはおめか。朝一番からアタックに入るラーマン、それを見守るのは本業歯医者の滝沢さん。この人熱中してくると周りがほとんど見えない。マシンを追いかけ S 字地点へと走って向かう。カメラマンが追いついたと思いきや再びピットへと戻る。エンジンの調子を耳で感じる。さてさて、本日一発目のタイムは聞いてないっすね。あー、これ無理か。えらい乱暴な運転です。
お前このグリップをこう確かめながら走ってるかな。グリップ走行だよ。俺のグリップ走行はあれなんだよお前な、本当に。まあ知らないうちに動いてるかもしんないけどな、それは俺のスタイルだよ。 GT マシンを連想させるフルカーボンボディ、エボリューション TA2。 ポート形状はサイドとペリを組み合わせるクロスポート。足回り形状も外観同様レーシングカーそのもの。バックモニター装備などコックピットも GT 級。54秒台を狙うヤス、結果は？55秒台を出し、これからというところでエンジン不調を訴えピットイン。ダメだ。結果は無念のタービンブロー。終了ですね。ちょっと残念だけど。米国チャンピオンマシン、トーメイクスコインプレッサー。透明コンプリートエンジン搭載で495馬力を発生。サスペンションは市販品を吊るしのままで使用。08年米国アンリミッテッドクラスチャンピオンの実力は。マシンのドライバーはアメリカでもコンビを組んでいたラーマン。これチームは自分でつけたんですか。いや聞くな俺にな、ターザンって語んな。お前んとこはラーマンだろ。ずいぶん自分大好きなんですね。当たり前じゃねえかよ、本当に。 B 型だよ、 B 型。俺は自分の時のいいよお前。56秒台を出し、意気揚々と帰ってきたラーマンに V オプトワン。なんすかチームターザンって。いやお前聞くなよお前、俺のチーム、俺の車なんだよ。待ってるな、カメラ触れてるよ、汚いカメラが。なあ触れるな俺に。